やっほー、やっほー、さくらです。今日は、はい、今日さあちゃんに実はね、お土産持ってきた。え、こちら。え、なんで動画回してるんですか。え、え、待って、知ってるこれ。え、知ってた。やっぱ待って、え、待って、知って、一旦ここ見てくれる。泣けるほど痛みが強いので、小さなお子様や痛みが苦手な方の十分ご注意ください。一つ言っていい、小さなお子様。え、お土産なのに嬉しくないの。嬉しいでしょ。食べていこう。食べます。やったん。じゃあお湯入れてきます。レッツゴー。はい、ということでね、今ね、あの極激辛ソースを今からね入れたいと思います。うち今めっちゃお腹空いてるの。うちね、子が行ける理由が3つほどあって、まず1つ目が今お腹が空いている富岡さんと一緒、いや富岡さんと一緒、私が全部食べたら奈良ちゃんが褒めてくれるから、ちょっとね全部食べきろうと思います。今全部入れたくないんだけど。あ、でもなんか普通だ ね、色は言うてじゃない、なんかソースみたいね。はい、ということでいただきます。いただきます。辛いのかな。ね、やばい、口に入れた瞬間、みかはね、待って、無理、これ無理。みかはうまいサーモン、うんうんうん、うん、ま、パパがなんだよ。今までにないぐらい辛い。一個食べてみて。うわ、痛い痛い。なにこれ、うわ、なんでこれ立つの。さ、いや、やばい。ね、今さ、今大丈夫なの。わたあめ準備してていい。すいません、私わたあめないと多分無理かもしれない。やばい、手が震える。ね、やばい。いただきます。いただきます。普通にコンビニに寄ってますよね。ね、24時間だから全然。ね、やばい、本当にやばい。っていうかさ、鼻水と汗がやばい。頑張れる、頑張れる。頑張る、頑張れる。じゃあこんなもの持ってきてごめんね。やばい、これは無理だね、本当に食べれない。私も二口でやばいもん。皆さんごめんなさい。すいません、無理です、ごめんなさい。食べたい。ということで、チャンネル登録と、あ、食べれない。グッドボタンよろしくお願いします。チョベリグ。